にちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はめんどくさい確定申告のためでしょ、税務署のためでしょ、そんなリアルな声が聞こえてきそうですけど、そもそもなんで経理と帳簿ってやらなきゃいけないの、そんなね素朴な疑問に対して動画でお答えしたいと思います。私はオンラインサロンを運営しています。また SNS は TikTok、インスタ、Twitter をやってますので、ぜひ概要欄から飛べるようになってますのでチェックの方お願いします。またフリーランス自営業向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、やる必要って一体何、経理と帳簿について解説していきたいと思います。本日の内容です。どうしてそもそもやらないといけないのか、これね、みんなのリアルな声を紹介したいと思います。そして次に経理をするメリットを紹介して、皆さん節税ってワード好きですよね。ですので節税をしたいのなら必須項目となっているよということを紹介したいと思います。そして求めと次回予告、本日はこのような流れでいきますのでよろしくお願いします。本日の内容なんですけど、出版した本の第2章9、13で解説をしているものになります。こちらね、本と一緒に合わせて動画の方を見るとより理解が深まりますので、合わせてチェックの方お願いします。さあ、そもそも面倒すぎるね、どうして帳簿がつける必要があるのっていうね、9、13で提案してますけど、その理由についてね順番に解説していきたいと思います。まず皆さんのリアルな声から紹介したいと思います。どうしてやらないといけないの、これね、まずねわからない、皆さん共感あるあるだと思うんですけど、どうやってやればいいのか、やり方がわからないと、まずわからない、ここでつまずく方がね非常に多いですよね。あと面倒すぎ、もうね面倒くさいと、やり方もわかっていないのにこの時間を確保してやるのが面倒くさいっていうね声ね、リアルな声をよく聞きます。またもう一つのリアルの声としては、確定申告のためにやるんでしょっていうね声をよく聞きます。要は申告のためにやるべきものであって、あとまたはね税務署のためでしょうという、まあ税務署にね税金を払うために私たちはいつも一生懸命経理や帳簿をやらなきゃいけないと、これもよく聞きます。こうね、確定申告のため、税務署のためとなると、またね税金払うためってなると、やはりどうしてもやる気ってねダウンしてしまいますよね。そしてもう一つ多いのがこちら、リアルな声としては、本業で忙しくて手が回らないです。要は時間の確保ができないってことですね。これはねなかなかリアルな声で皆さんよくわかりますよ。本業をねこんなに一生懸命してるので、ビジネス毎日お店を回すので忙しいと、まあ経理や帳簿をつける時間なんてそんなに取れないという、そんな時間があれば休みたいし、他にもやりたいことはたくさんあるわけでね、皆さん毎日の日々生活忙しいと思います。まあ、なるべくですので、経理というものは要領よく短時間で定期的にやるというのがコツになります。やはり溜めないということが一つのポイントになってくるかと思います。でもついついね後回しにして溜めちゃう、そんな気持ちはよくわかります。ではどうして経理をすればいいのか、確定申告のため、税務署のためと思うとちょっとやる気が下がってしまいますので、経理をする自分にねかかってくるメリットっていうのをちょっと分かればやる気が出るんじゃないでしょうか。はい、経理をするメリットを紹介していきます。まず自分のビジネスを把握するためですね。これねよくあるんですけど、先ほどのリアルな声をね言った方、大概言うのは赤字か黒字かよくわからない、多分赤字とかですよね。そういうのってやはりビジネスをしてる以上まずいですよね。いくら赤字なのかいくら黒字なのかっていうのを把握しているっていうことはすごく大事なポイントになります。そして同じなんですけど、これねどっちかまだ分かってると、感覚で赤字だとかね、感覚で黒字だと思いますっていうの分かってるのはいいんですけど、じゃあいくら黒字なのかいくら赤字なのですか、20万なのか100万なのか300万なのかって全然違ってきますよね。そこを把握するために数字を用いないと自分のビジネスっていうのを見える化できない、要は客観的に判断する材料っていうのは結局数字しかないわけですよね。これによって今期はどうなのか、前期はどれくらい赤字で黒字だったのか、また今月は黒なのか赤なのか、そしていくらなのかっていうのを知ることが大事になってきます。そしてもう一つ、二つ目のメリットは、客観的に判断する資料となります。ビジネスをしている人が売上があるから大丈夫ですとか儲かってますっていくら説明したとしても全く根拠がありませんよね。そしてこのね、売上があるから大丈夫、お金貸してくださいって言って銀行の方ってお金貸してくれると思います？見ず知らずの他人に売上があるから大丈夫とか儲かってると思うので大丈夫ですって言っていくら
例えば本当に実際に儲かっていたとしても、説明をいくらしても根拠がないため判断できないんですね。ですのでやはり自分がね、借り入れして次のビジネスのステップアップをしたい時にも必要になってきますし、また家族の理解協力を得ようと思った時に、判断できる材料が何もないと、多分儲かってるから大丈夫かなと言ってもね、なかなかね、協力してあげようとかね、あの家のこと手伝ってあげようとか、他のことはじゃあ私がやるよみたいな風にはならないということですよね。そして他人への説明をする時にも必要になってきます。ですので客観的に判断できる資料としては、やはり数字または過去の確定申告というような経理帳簿がないと、いくらこうですと説明しても根拠がないため信用してもらえない、もしくはね、理解してもらえないということになります。こちら以前あった話なんですけど、実際に帳簿をつけて家族に見せたところ、あ、こんな感じの動きをしているので、じゃあ協力しようねっていう風になったケースもあるぐらい、客観的にやっぱり判断する資料材料っていうのは必要なのかなと思います。そして3つ目、どんぶり勘定では経営はできません。なんとなく黒字、なんとなく赤字ではね、こんなにざっくり多分これぐらいかな今月の売上っていうような、どんぶり勘定では結局ゆくゆくは行き詰まってきてしまいます。それはどうしてかというと、経営判断ができないってことですね。要は投資や投機のタイミングが不明なわけです。今ね、今月はね、利益があっても次の月はどうだろう、またね、今年は良かったけど来年どうだろうとかね、その前はどうだろうと、いろいろ経営判断を進めばいいのか、今ねちょっと大きな買い物をして大丈夫なのかどうかっていう経営判断っていうのが、どんぶり勘定だとできなくなりますので、要は経営ができていないということで、まあ、長くビジネスをしていくためには、やはりこういう判断をするタイミングっていうのが重要なポイントとなってきますので、投資や投機のタイミングが不明なままではやはり経営は難しいと思ってください。なんかね、見てるとね、売上がすごいあるからどんどん投資しようとかね、お金を投下しようっていう方いると思うんですけど、おいおいちょっと待ってよっていう時ありますからね。売上はあっても利益が全然とかね、そういうケースもありますので、きちんとこの経理帳簿をつけることで把握をするということが非常に大事なポイントになってきます。そしてまた節税するためには経理帳簿っていうのは必須項目になってきてしまいます。皆さん聞いたことあると思うんですけど、青色申告特別控除ってありますよね、まあ、65万円、55万円、10万円というふうにね、3種類あるんですけど、そちらの青色申告特別控除、要は節税をしようと思ったら要件があるわけで、3つ要件があります。正規の簿記、要は複式簿記で記帳すること、これはね、あの経理や帳簿をつけないとそもそもできませんので、記帳をするということが要件になっています。また貸借対照表と損益計算書を作るというのが65万円控除の要件になってますので、この表を作ろうと思うと、結局経理帳簿日々のそれをしないと仕上がってくる、要は数字が埋まってこないので出来上がりません。そしてもう一つの要件が、必要最低限の帳簿を備えるというのが青色申告特別控除の要件になります。ですので得をしようと思ったら経理帳簿をしないと、このね、得も取れない、節税もできないということです。この要件をクリアするためには会計ソフトを使うとハードルがぐっと下がりますので、ぜひ皆さんね、会計ソフトの方はね、導入していただければいいかと思います。こちら会計ソフト、おすすめの会計ソフトというのは動画で解説をしてますので、興味ある方はね、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。皆さんね、節税のねワードってすごい好きでね、よく知ってるかと思うんですけど、うちも節税しなきゃ節税しなきゃとかいうね方もいらっしゃるんですけど、実際に中身を見てみないとわからないわけですよ。どういうことかと言いますと、節税が必要な所得かどうかも、経理帳簿をしてない確定申告を作っていないとわからないわけです。判断ができないわけです。だから必要ないかもしれないのに節税節税対策に走っていて、そもそもね、本業がおろそかになってるって言ったら本末転倒になります。要は節税するよりもまず売り上げを上げる方が先じゃないか、集客を考える方が先じゃないかっていう方もいますので、実際にね、そのあたりね、ちょっとね、耳が痛いかもしれませんけど、本当に節税が必要な所得、要は利益儲けがあるかどうかをまず抑えないと、どう節税していっていいのか、もしくはね、どんな節税が自分に合うのかっていう判断もできないことになります。はい、やはりね、経理帳簿っていうのはね、税務署や確定申告のためというのももちろんあるかもしれないんですけど、自分のためにやりましょう、メリットが大きいです。まずお金の流れを把握する、自分のビジネスのお金がどう流れているのかっていうのを把握しないと経営判断はできません。そしてビジネスを見える化する唯一の方法、要は戦績表みたいな感じですね、見える化できるのはこの数字だけになりますので、結局数字を出そうと思ったら経理をしないといけないと
ことになります。そして独立したらね、皆さん経理の勉強と必要、セットなんですね。逃れよう逃れようとかね、苦手だからやめとこう、後回しにしようというふうにしていたらなかなかビジネスうまくいきません。行き詰まってくる可能性が高いと思ってください。ですので自分で勉強していくのか、もしくは自分でできない、もう時間が取れないという方は税理士もしくは外注に出して時間を確保する、もしくは手放すというのも一つの方法かと思います。そして稼いだら確定申告と税金の支払いというのはセットにきます。要は独立したらね、経理と確定申告はセットでやってくると思ってください。どこかだけ逃れようとかいうふうにはできませんので、ビジネスね、そんな甘いものじゃないので、きちんと基礎ルールさえ抑えればそこまで難しいものではないですので、ぜひ私の過去の動画を見てどんどんとね、知識、基礎知識をつけていっていただけるとおすすめですよということで、ね、いいかなと思います。ですね、第2章というのはようやくね、具体的にこの日々の経理仕方方法を学んでいくっていう章になりますので、具体的にね、どういう風にすればいいのかなっていうのをね、順番に解説していきたいと思います。日々のね、経理って一体じゃあね、どうやってやればいいのかっていうのを次の9-14で解説していきたいと思います。経理をね、しなきゃいけないっていうね、自分のためにやらなきゃいけないっていうのを分かったところでね、じゃあ具体的にどうやってやっていけばいいのかっていうのを次の動画で解説しますので、ぜひ次の動画の方もチェックしてお願いします。はい、私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で質問や相談を税理士にいつでもすることができるというのが1つ目のメリットです。これは Facebook の非公開グループを使っていまして、メンバーだけしか見れない内容になっています。そして2つ目、定期的にサロン Zoom を開催しています。こちらね、 Zoom で直接私に相談質問することもできますし、メンバーさんね、いろんな業種の方いますので、異業種交流としてもすごく好評です。またね、それぞれメンバーさんの体験談というのも共有できますので、非常にためになっているということで好評になってますので、検討の方お願いします。そして3つ目、税理士の裏側を公開してます。 SNS 集客どうやってるの、 YouTube、TikTok の裏側などなど、あと新しい経理やね、税金情報などもオンラインサロンのみだけに投げてますので、詳しくは概要欄の URL からチェックの方よろしくお願いします。参加お待ちしてます。皆さんメンバー YouTube から来る方がほとんどですのでね、人見知りだけどどうしようとか、そういう心配はしなくても大丈夫かなというふうに思います。はい、次です。私は本を出版してます。自営業フリーランス向けにね、 Q&A ということで一問一答形式のね、本日の動画もね、その一部抜粋してますけど、順番に解説してきますので、こちらの本と手元に置いて動画の方両方を合わせて見ると、あと理解がより深まるのでおすすめです。 Amazon でも売ってますし、 Kindle 版もあります。また大きな書店さんでは置いてくれていますし、楽天ブックスでも購入できるので、ぜひよろしくお願いします。 Amazon レビューしていただけると喜ぶので、ぜひまだの方は Amazon レビューよろしくお願いします。そして自営業フリーランス向けにね、このような役に立つような動画投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントやいいねいただけると励みになりますので、お待ちしてます。また他 SNS もやってまして、インスタグラムはフォロワーが 1.7 万人になりまして、 Twitter もやってます。 TikTok はフォロワーが 6.3 万人というふうになってますので、他の SNS もぜひチェックしてみてフォローの方お願いします。こちらも同じく概要欄の URL から飛べるようになってますので、気になる SNS に飛んでいただければと思います。そして YouTube のもちろんチャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方ありがとうございます。ね、経理長文なかなか時間を取れなくてめんどくさいんですけど、やはりやるメリットっていうのはすごく大きいので、皆さんしっかりとね、めんどくさがらずに、あと食べないことがコツです。はい、それでは本日動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。